岩手、秋田の東北ダービー、そして八戸、福島の東北ダービーが午後3時キックオフです。中村からのクロス、斉藤決まった。ドンピシャリの中村のクロス、新加入斉藤啓太のファーストゴール、移籍後初ゴールが今日の先制ゴールになっています。キックから始まって中村、また裏への速いボール、さあスピードがある斉藤、抜けるか、斉藤が行く、前に出る、斉藤シュート、追加点。ここもツートップの相棒、この中村亮太の見事なパス、斉藤を見ていなかったんですが、センターバックにコンバートされた平川を最後、風向きもよく変わる今日の岩銀スタジアム。あ、これはボールがこぼれて中村亮太トラップしてシュート、決めた。相手としてはアンラッキー、ボールの方向が変わったところ、ぽっかりと空いたスペース狙っていました中村亮太。長いボール、そのシゲコントロールして中村へ、中村クロス送って、井上オフサイドはない、オフサイドありませんでした。投入からわずか数分での J 初ゴールが生まれました井上です。ここはバンラーレ八戸のディフェンスがしっかりと対応しています。さあ右サイドからのクラス、イスマイラのヘディングシュートが決まりました。1枚抱いて出るし、右サイドからのクロスヘディングシュートを決めたのはイスマイラです。さあヘディングシュート捉えました、見事智也。見事に決めていきました森島、そして大石のコンビ、さらにはたいた、シュートした、決まった、ゴール。大石の判断も素晴らしかった、いい動き出しからこのワンタッチでパスをつないでいきました。ゴール前森島がいます。188センチの森島がディフェンスに入っていますが、ファーに当たった、シュート、後頭部のような感じもしたんですけれども、ジャンプをしてと半身になるような形で当てていきました。決めました、ゴール、2対1、沼津勝ち越し。ことがあって自分に対しても怒っていたと思うんですが、その尾崎が勝ち越しゴールを決めました。ペナルティキック、セカンド、グラウンド、足形、ボールまだ熊本の前、打ってきた、弾いたところを1回2回と追っていきました。上がってきた石川がここから右足放り込む、コーナーキックではありません。ラインはオフサイドはない、クロス上げてグラウンド、2点目、追加点は熊本。シュートシーン、ここから柔らかいボール、オサイドラインギリギリから優しいボールでした、一人飛ばして、抜け出たのは先ほどグラウンダー、鹿児島1点を返しました。しっかりと押し込んでいきました。左の牛の浜が右に流れて、この位置からグラウンダー、そこからワンタッチ、ボックスの中、赤いユニフォームが5枚ヘディング、谷口、ここからプッシュして出たボール、背番号9、 PK 鹿児島1点を返します。馬場健二、落ち着いて決めました。真ん中、ヘディングシュート、先制ポイントに行っていきました。戸中から椎名へ左足、先制はカタール富山。ここで椎名に入って、このまま自分で持ち込んで、この距離から今瀬から、あっと、ここは
富山の守りにミス、シュート決まります。背番号10をつけています。まあここは富山守りのミスが出ました。そこを東が、さあそしてコーナーキック、これはどうだ、シュート決まったか、これは入りました、ヘディングシュート決まって先制点。コーナーキックに遠山が頭で合わせました。このシーンです。ちょうどゴールキーパーの服部の頭の上、ゴールネットを揺らすまでには至っていません。さあ栗田マーキカジェイがこのゴールキーパーにつないでいってシュートを打つが決まった。見てみましょう、このボールです。重松が絡んでいくところ、さあ裏に抜け出して前に栗田、逆転ゴール。さあ見てみましょう、逆サイドから上がってきた栗田マーカージェ。さあそしてもう一度後ろに戻して一丸が中へ、どうだ、決まったか、ゴール。この遠山、いやー崎が絡んでいって、さあその川崎が中にボールを持って入って、さあどうだ、フィニッシュまで行きそうだぞ、シュート決まった、ゴール勝ち越し。見てみましょう、ここからボールを奪うと自分でもうシュートのイメージができています。そして